まず、じゃ桜井美羽ちゃんと心、はい、どんな感じでした？あのスピード2組全体的に。僕が思ったのは、ちょっと桜井美羽ちゃんがまだこう、うん、なんていうのかな、未熟だなみたいな、その内面が、うん、そうやね、成長しきれてないとかあるよね、しきれてない、うん、実力にその内面が追いついてないなっていう、うんうん、感じましたよ ね、 そうですね。逆に心の方が、うん、やっぱデビューして修羅場をくぐってるっていうだけのことはあるのかなっていう、いろいろ経験した中でこうやっぱり思うところとかがそろったのかなっていう感じは、そう、ね、こっちはだから心の方が大人だなっていう感じでしたね。心が、まあ、そんなに詳しく心の人間性まで知る時間もなかったんですけど、めちゃくちゃ大人になったんやなっていう感じ、フレッシュなもうほんまキャピキャピの心しか知らないじゃないですか、K-POP ファンは、はい、ああいうお姉さんの心を見て、よりなんかチェリーバレットでもともととか話別にして素敵なアイドルやなっていう感じの、このビハインドではありましたね、心に関して言うと、うん、だからかなり僕は正直イメージ良くなかったんですよ、うん、あ、心の心の、うん、まあ、チェリーバレット押してたからこそね、押してただけにこう、うん、に3人ぐらいいきなりいなくなってみたいな感じだったじゃないですか、ね、うん、だからで1年以内に3人もいなくなるってどういうことよみたいな、ねえ、まあ、大変だよね、うん、思ってたんで、まあイメージ良くなかったんですけど、うん、でもあ、ちょっと俺の考えが間違ってたかもしれないなっていうふうに、あ、今、うん、でもその元々チェリーバレットのファンをそう思わせるともやっぱ心すごいですね、うん、まだこの、この数年間の中でもいろいろあって人間的な成長もあったんでしょうね、そうですね、うん、だから逆にこの桜井美羽ちゃんが局長が思うに、やっぱ人間的な成長が必要なのはマストで、何も成長せずに今の段階を受け入れていくっていうファンはそういう方も多いんですけど、やっぱりアイドルってのは既存のファンだけに、目の前のファンだけに受け入れられても仕方がないと思うんで、やっぱたくさんの人がその人柄的にも魅力的に感じて、感じなくちゃいけないと思うんですね、アイドルっていうのは。そう考えると、そういう心とかそういう存在に甘えて、うん、桜井美羽が素直な気持ちでこのプデュに取り込めると、よりこう彼女のこう、うん、いい部分、今まで出せなかった、今自分でも知らなかった部分が出していけるんじゃないかなと思うんですよね、うん、はい、だから逆に言うと桜井美羽が引っ張っていくと成長しないと思うんですよ、うん、ああ、なるほど、サブ、はい、いわゆる今回の山本、山鈴、うんうんのような立ち位置で誰かトップ引っ張ってるとこでその子を支えていくみたいな、で人との関わり方を勉強していくとか、その何て言うかな、関わり方とかコミュニケーションを見て学んで、それをコンセプトバトルあたりでその自分で誰かを引っ張ることができた時に、ようやく桜井美羽が覚醒するんじゃないかな、うん、もうそしたらもう石井蘭ちゃんリーダーでそれを支える桜井美羽とか絶対面白いと思う、うん、そのデビューグループとなった時にはね、うん、だからなんかそんな気がするんで、今回桜井美羽ちゃんが変に自分のルールで自分の中のものかなだけで引っ張っていこうとした分、なかなかそこに馴染めなかった気がしたんですけど、うん、やっぱそれだけまだ学んでることも多かったと思うんで、うんうん、今回ね、それが全部いいように壊れてよかったんじゃないかなっていう感じでしたね、僕も見てて、うん、そうですね、うん、感じですね。だから別に A さんの中でも桜井美羽ちゃんがそのイメージ的に今回、まあ、一瞬ねやばいかなと思ったんですけど、最後的には良かったですよね。いや、僕はこの子は絶対入った方がいいと思ってる子なんで、まあ、内面的な部分というのは別に成長していけばいいじゃないですか、うん、だけど、もうそのパフォーマンス的には最高だと思うんですよ、ね、うん、だからパフォーマンスも申し分ないし、やっぱビジュアルもクールビューティーというか、うん、その誰にも、他にいない美しさを持ってますよね。うん、そうですね、うん、もうなんかそれ込みでね、確かに内面はね、うん、すぐには変わらなくても絶対成長していくもんなんで、その辺をなんかこう、うん、番組の方でもこうやりたいのかなっていうような意図も見えますね。そうですね、結局だから
から石井蘭と桜井美をライバルでめっちゃ盛り上がったし、局長も大好きなんですけど、それは多分運営の狙いですよね、うん、完全に、うん、だから多分そうですね、そういうさっき言った石井蘭桜井美で結局桜井美が石井蘭についていく形でのグループを作っていくみたいな流れかもしれないですね。うん、ほら最後にちょっとじゃあミミミの件について、これエイジさん狙ってるってのはどういうことですか。いや結局プリ48も多分がっつり見てると思うんですよ。まあ、桜っていうか、その、うん、そうですよね、桜、うん、ファンというか、まあ、先輩後輩とかで、うん、サババはもう絶対頭の中入ってますよね、うん、だからどうしたら映るかとかも、うん、研究してんじゃないかなと、ちょっと思ったり。いやなるほどね、全然考えたことなかったけど目立つための手段としてちょっと自分がかき乱すじゃないけど、あった場合、まあ、おのずと、まあ、今回はね、あんまりイオンには響いてないですけど、うん、だ可能性あるんじゃないかと、まあ、そう、全部じゃないとは思うんですけど、うん、こういう風になるんじゃないかっていうのは頭の中でよぎりながらやってた可能性もあるんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですね。確かにね、うん、桜の後輩としてね、その立ち回り的なところを多分、まあ、クレバーにやっていくのかなとは個人的に思ってたんで、なんかそこら辺が彼女の選択肢としてあれがあって、で乗り越えられればいいビハインドになるんじゃないかと。そうですね、うん、そうなんですよ、うん、だから現在がちょっと悪い方向に行ってるかもしれないですけど、うん、その、うん、今回で落ちるということはないと思うんですね、まあ、まずそうですね、うん、だから次にこうそこからこういい方向に行ったら、うん、こう逆にこう跳ねる可能性も。あ、なるほど、ミミミの成長ね。そう、成長物語で。なるほど。ちょっと前評判で元 HKT ということもあって、うん、名前はもうみんなから知られてるじゃないですか、うん、でも28位なんで前回が、うん、だからそんなにこうね、笠原桃奈ちゃんとかと比べると、うん、ネームバリューの割には意外とそんなでもないじゃないですか。確かに。だからそれを考えるとここで勝負に出たのかもしれない。ちょっと特徴でも思うんですけど、うん、これはねちょっとチャット欄の方にも教えてもらいたいんですけど、多分笠原桃奈はハロープロのオタクたちに愛されてるんですよ。ああなるほど、はい、うん、で桃奈のファンはそんな多くなくてもみんなが桃奈を応援してた感じがしたんですね。うん、はいはいはい、うん、でもそのこれは多分ねハロープロと48の文化の違いも大きいと思うんですけど。